またしても伊藤潤二先生の作品をもう影響を受けて作られたと。お、出てきた。あー、いるし、でっか。後ろ立ってるよ。気になるけど。やっぱり窓から見てくるんじゃーん。本当に八尺さんみたいな感じやな。どうも皆さん、こんにちは。ワクコンでございます。それでは、単発ホラーゲーム実況第93弾。本日やっていくゲームはこちらのネクストドアというゲームになります。それでは早速始めていきましょう。これはスペースでいいのかな？おう、進んだ進んだ。おう、カモン！おう。I can study with the noise all the time! ああ、うるさすぎて勉強できねえと。I should give the guy upstairs a piece of my mind! ああ、何？男が登ってこいって言ってんの？あー、移動ね。これで、オッケーオッケー。土曜日だろ。下の階でなんかやってんのかな？スペースでドア開くと。で、ちなみにこのゲームなんか説明文読んだ限りだと、インスパイア伊藤潤二ってあったから、またしても伊藤潤二先生の作品を、もう影響を受けて作られたと。俺のホラーゲーム実況だと3作目かな？伊藤潤二作品。伊藤潤二作品。伊藤潤二インスパイア作品は。で、どっち？こっちじゃないの？単純にこのまま右行けばいいだけ？ほら、右行けば下の階行ける？あ、オッケーオッケー。それでいいんだ。おー、外れた。いいね、綺麗だね。何？ I'm not really thirsty. ああ、全然喉乾いてねえよと。はいはい。で、上の階行けばいいのこれ。で、上の階。upstairs と。はいはいはい。で、上でどんどん押してるけど何なんだっていう話か。で、一番左端の部屋、私のちょうど上の階。何これ？何が転がってんの？酒の瓶。Hello!What do you want? どうしたんだいって。めちゃくちゃいかつい男が出てきた。音楽めっちゃ聴いてるパンキッシュの野郎だな。Would you please lower the volume? 音量下げてくれる？ You already have it unbearable loud. あ、いつもでっけえの音がってことか。You call this loud? 何の音みたいな感じ ?Yes, it is. ああ、まあそんなに大きいって感じかな。You are disturbing the peace か。Distribute って何だっけな。なんか憤慨するとかそんなのだっけ。まあ悩まされるって感じか。I bet you are the only one complaining you are too uptight.ここら辺ちょっとわからんわ。ごめんね。英訳下手で。あ、If the neighbor says it too loud, I think about it. もし隣がうるさいって言ってんなら、俺もそう思うよみたいなもん。なんか周りからとりあえず苦情来てないからうるさいと思ってねえよっていう。隣がもしうるさいって言ってんなら俺もうるさいって認めるよ。そんな感じ。But me, you want right here. はい。気をつけてよってこと。Watch me. ん？どういうことだろう。周りに聞いてみようってこと。Excuse me. Are you home? いる？ Anybody there? 誰かいる？ Probably not home. Probably じゃない。Probably だ。多分いないね。They seems to be away a lot. Away? You sure it's...Not just an empty room. ああ、隣が空だって知ってたってこと？もしかして。Of course they don't complain if nobody lives there. じゃあもちろん誰も悩んでないわよね。だって周り住んでないんだもんってことか。No, it isn't empty. いや、そこは空じゃねえよ。Sometimes I hear the door opening and closing. まあ、時々ドア開いたり閉めたりする音聞こえるしってことか。Doesn't seem to be anyone around today, Touts. Touts? スローか。誰も見たことないってこと？今日は？あは。おお、出てきた。これなんかあれだね。タイトル画面なんだよね。タイトル画面はね、すぐ消えちゃったからね、見えてないんだけど。てん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 。男性？女性？でもなんか動き的に女性っぽいよね。She was home? 彼女の家か？Looks kind of freaky too. Freaky ってなんだ？ That's the first time I ever seen her. あの人初めて見たわって。Why all the black
なんで全身真っ黒なんだよ。What's going on? ん ?Could you, are you somewhere else please? ああ、納得いくのに説明してもらえてもこと大家さん、あ、閉められた。めっちゃ強い勢いで閉めたな、あいつ。大家さんとか隣に住んでんのか。隣の隣か。まあ、ここが201としようかじゃ。Excuse me, can I ask you sometime? Sometime? Something? なんでめっちゃ間違うかな。ああ。私の悩み聞いてくれますかみたいな。I'm from downstairs. 私下の階に住んでるんですよ。Doesn't the loud music from that apartment bother you too? ああ。あなたもアパートの騒音ね。あなたもアパートの騒音で悩んでませんかみたいなことか。Well, a little, but our rooms are separated. まあちょっとね。でも私の部屋分かれてるし、みたいなもんか。You should ask his next door? あなたは隣の人のとこに話したのってことか。She just left. まあ彼女もういないと。And there isn't anyone else? ん ?What do you mean? どういうこと？I'm pretty sure more women are living there. あ、どういうことだ。女性箱に住んでないってこと？ A strange bunch. Bunch. 意味がわからねえ。ごめんね。多分、翻訳というか編集で翻訳はつけてると思うけど。They all have a different figure. あ、待って、なんだ、different figure。異なる姿をしてるってこと？ But they dress completely in black.でも、ドレスだけはいつも黒だと。They never say anything, not even a hello. はあ、挨拶も交わしたことないよと。Very unfriendly, if you ask me. はあ、とても親切じゃないんだよと感じが。もし私に言ってちょうだいってこと。はあ、If that's all dear, I still have some laundry to do. Oh?Have a nice day. いい日よ。Thank you. Have a nice day. That is weird and all. But doesn't really help me with the noise issue. でも、まあ、ノイズっていうのというか、騒音に関する助けにならなかったと。Better get back to my room to try some noise. ノイズじゃない。More study. ああ、とりあえず部屋に戻って勉強するかって感じか。よいしょ。あの女の人どこ行ったんだろうね。ウーマンって言ってるもんね。じゃあ女性なんだろうね。ああ。まったくもう。自販機は？ああ。オッケー、サーティーね。ロスサーティー。いないよね、部屋の前に。部屋に帰りましょう。103号室に帰りましょう。いないか。ちょっと一瞬いるかなって思ってしまったけど。Open that door. またドスンドスンしてる？ええ。The music stopped.ちょっと音楽止めてよ。What's happened? 何かあったの ?After all that trouble he gave me. 本当にあいつ私にトラブル持ってくるわね。Oh well, I can finally do some studying. ああ、しょうがない。これで勉強するかみたいなもんか。なんかすごい変なポスター貼ってるヨガみたいな。ダルシムみたいな。で、結局夜までやったんだ。で、シャミかなこれ。It's already dark. ああ、もう真っ暗ね。I could really use a drink. なんか飲み物でも買ってこようかしらと。ここでさっきの自販機か。でもすごいね。昼というか、まあ何時から知らんけど。暗くなるまで勉強って偉いわ。うわ、怖いよね。こういう街灯だけって。街灯っていうか、まあマンションの照明だけってさ。オープン。でも飲み物買うのは自販機か。おいと、びっくり。It's that guy from upstairs. 上の男じゃないの。何やってんの ?Hey, what's that doing? There? 何やってんのって、まあ、先言っちゃったね。ちょっと何やってんのよ、あんた。うん。Oh, it's you. ああ、あんたが。Doesn't sneak up on me like that. あ、どういうこと俺と一緒についてくれないってこと上に上がれないってこと ?What's gotten into your? 中に何があったのみたいな。You are white as a sheet. あ、Can I ask you something? なんか聞こえたのかみたいな。あ、もう分かんねえ。ごめんね。Sure.
Those lady next door to me. あ、隣の女性が来たぞ。What's up with them? What do you mean? どういうことよ? It doesn't make any sense. I don't know how many people live there, but... あ、何人住んでるのか知らなかったと、隣に。でも、They never make a single sound. でも、決して一人の音じゃないぞ。なんか複数の音が聞こえるぞ。なんか複数聞こえると。And with them... ん?チンウェアーズ、ウェアーズのウォールズ。ああ、いるし、でっか。後ろ立ってるよ。でっか、めっちゃでっかいやん。八尺様みたいな。I should at least be able to hear them talk or move around or something. ああ。少なくとも、話したり、何か物を動かしたりすることが聞こえるべきだと。It's freaking me out. いるよね。ああ。ああ、めっちゃ見下ろしてる。なんか一瞬ヒゲ生えてんのかなと思ったけど、マスクかなんかしてんのかな?こんにちは。あんま話さないんだよ、ほんとに。ほんと背高えな。ぺったんぺったん音するし、サンダルでも履いてんの?帰ってきたんだね。ああ?うわ、ぜい。あいつ誰だ ?What things are they doing next door? あれ何してるんだ?What are they? Doesn't the not a single sound leak so the wall? なんで一個の音じゃ、なんで一個の音?単一の音じゃないのに何してんだ、君の音?I'm going back to my room. 部屋に戻るわね。See you around. バイバイ。バイバイ。まあいいや。私には関係ねえもん。あいつが何者かなんて。ただまあ気になるけどね。気になるけど、なんか叫び声したよ。What was that? Sounded like it come from upstairs. 上の階から聞こえたわね。戻れない?戻っちゃダメ? The scream come from upstairs. はいはい、叫び声を上から聞こえたと。行くっきゃねえのか。めんどくせえな。さっきの男か?まったく、あいつは何回俺に迷惑かけてる気がするんだよ。少しはおとなしくしてくれって。なんか落ちたな。なにこれ。猫。ニャー。Whose cat is this? 誰の猫？一瞬なんか顔が落ちたんかなと思ったな。もともとあったなんだったのあれ。It has a... ん？First face か。なんか呪われそうな顔ね、みたいなもんか。まあ、確かにね、人面というか人の顔だもんね。ああ、上行くか。何があったのかな?叫び声とは何なんだろうな?行きたくねえけど、雲がいる?雲あれ?ゴキブリとか?わかんねえな。叫びが倒れると。Hello! 何してんの ?Are you okay? 大丈夫? The door seems to be open. ドア開いてるわね。開ける?だね、開けっか。ああ。That's weird. 目っぽい。Nobody home. 誰もいない。まあでも確かにロックなんだね。ここで演奏したってこと?まあ、窓は開いてると。で、反対側の方は ?Kids だってさ。They really doesn't make any sounds. 何の音もしないもんね。That is strange. 変ね。Hey! There's hole over there. おお、びっくりーのー。Must have been the wind. 風の仕業ねって感じ?ん?ね、これ。How did the get here? 何かあるの? It looks made. Maybe the guy did it. ん? Hold? 何これ?穴が開いてるってこと?ああ、女性がしてる。え?手にネジ止めを外してる。あ、だからブランブランしたの。何そのなんか伸縮性のある手。あ、見てるな。あーって。ん?また?もういないでしょ、絶対。で、あ、いるわ。めっちゃわかってる。いやー!え?
え、なに？手が。すごいな。なんでわざわざ手伸ばすんだ？あてし、あれは何？Those limbs. Limbs ってなんだ？ While they extend and contract? なんで腕伸ばしたりしてんの？ Do that mean? なんで？ All of those women with different figure. なんか変な姿してるみたいなもんかな？ Where exactly the same woman? あ、同じ音なのみたいなもん。とりあえず帰るか。歩いてるとしたら。There is she going? 彼女どっか行くの？どこだ？こっち来てる？右から来るな。窓から入ってくるつもり？そんなわけないか。え、どうすればいいのこれ。え、she leave? 彼女去ったの？あ、窓。え、やっぱり窓から見てくるんじゃーん。本当に八尺竿みたいな感じやな。うわぁ。ああ。入ってきた。やば。やば、こいつ。なんでそんなの自由に動くの、あいつ。手が。うわ、キモ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 。出よう。I escaped just in time. 私はすぐに逃げた。あ？ As if nothing happened, the woman continued to decide next door. I'm moving away as fast as I can. あ、ファストか。私はすぐに引っ越したわと。あ、結局彼女は何者なんだろうかね。ああ、本当に何者なんだろう。わかんねえ、あの女性。もう女性かどうかもわかんねえしな。あんな変な腕したら。ここら辺なんか奇妙な感じは、伊藤潤二先生っぽいけどね。よくわかんない感じは。いや、でもまあ、結構ね、面白かったね。な、こういうドットのゲームっていいよね。まあ、作るのめんどくさいからね。やる人からしたら。やる人というか、まあ、作る人からしたらね、ドット打つのとか。私個人的にはね、こういうゲーム好きなんでね、もっといろいろあって、たらいいなと思うんですけどね。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。これはエンディングは飛ばせないんだね。はい、Thank you for playing と、こちらこそありがとうございました。というわけでね、また次回の単発ホラーシリーズでお会いしましょう。エンディングは直らないね。うん、もうここから変わんないから直らないでしょう。うん、1分ぐらい待ったけどね、何もなかったからこれでおそらく終わりでしょう。というわけでね、またね。